使っているのがですね、2022年新しくジャックアイシリーズの仲間入りとなるジャックアイフリフリシャット。メインターゲットはフラットフィッシュですね。ヒラメであったりマゴチであったり、フリフリシャットという名前、もう一番の特徴は尻尾をむちゃくちゃ振ります。もうただ巻き、もう本当にこれだけでしっかり動いてくれる。もう一つの特徴というのが、そこで立ってくれるんですよ。ただ巻きしてて止めるってなったら、今これボトムで立ってます。あとはボトムパンピングですね、上上げてリフト&フォール、こういう時もしっかりそこで立ってくれると。そこで立つということは針が宙に浮くんですよね。なんで根がかりしにくいっていうのと、あとはそのストップ中にバイトが来た場合にフッキング率がすごくいいっていうところですね。しっかり泳いでボトムで立つ、本当にこう超ハイアピール系のルアーになってます。来た来た来たよ。頭くるってる。来た来たよ。でかいでかいでかい。完全フッキング決まった。